ビーカー連邦軍総監と河野勝利統合幕僚長、フォルカー・ビーカーはドイツの軍人。2010年1月より第15代連邦軍総監を務める。西ドイツのデルメンホルストに生まれる。1974年7月にドイツ連邦軍に入営し、公兵将校としての教育を受ける。さらに、ミュンヘンの連邦軍大学で学んだ後、 砲兵部隊に配属され、第315自走砲大隊での小隊長や中隊長など部隊勤務経験を積んだ。1987年10月から1989年9月まで、ハンブルク連邦軍統水大学で学ぶ。少佐に昇進し、国防省人事部で参謀将校及び参事官となる。ついでカンザス州レブンワーストリでの、 アメリカ陸軍式幕僚大学に留学し終了。ドイツに帰国後は、第21総甲予断で、作戦参謀を務める。1993年から1996年まで、第215次総砲大隊長。ついでは兵理工部隊の教育担当及び、作戦参謀として、ボスニア・ヘルツェゴビナに駐留した。その後ボンにある国防省に勤務。 1997年から1999年まで国防省副官を務め、フォルカー・リュウエ、ルドルフ・シャーピング両国防省に仕えた。ついで省内の陸軍統水部で再編研究グループ長を務めた。1999年9月、巡将に昇進し、第40総工的弾兵両団長に就任、連邦軍再編により、 同旅団が廃止された2002年9月までその任にあった。この間、2001年5月から12月まで、クファー第三次ドイツ派遣部隊司令官及び南部国際旅団長としてコスボに駐屯した。2002年、陸軍局参謀長に就任。2004年3月、少将に昇進して陸軍参謀長に就任。2007年9月、 1> 第1ドイツオランダ軍団長代行に就任。2008年7月、中将に昇進して同軍団長に任命された。2009年10月、アフガニスタンに駐留する国際治安支援部隊の参謀長に就任した。2009年12月、アフガニスタンでの誤爆事件に関するドイツ連邦議会への虚偽報告の責任を取って辞任した。 連邦軍総監の公認に充てられることがカールテオドールツーグッテンベルク国防相より発表された。2010年1月19日に大将に昇進し、2日後に第15代連邦軍総監に着任した。着任直後、ドイツ連邦軍の兵器調達制度の不備を厳しく批判した。2016年3月、2017年3月と連続して国防相は、 B ーカーの定年の1年間延長を発表し、2018年初めまでの任期がほぼ確定した。これにより B ーカーは前任者が持っていた連邦軍総監の最長在任記録を更新した。2018年4月に定年を迎えて退役し、総監職を辞した。妻との間に二次。ありがとうございます。